Lexel presents みなさんこんにちは、奈良崎也です。今回のゲストは僕と同じポジション右サイドバックで大活躍している爽やかなイケメン、ホーム札幌戦でプロ入り初ゴールも決めてくれました根本圭吾選手です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。イケメンということでかっこいいなと、まあ、つくづくこう本当に近くに来てすごく爽やかなイケメンの根本選手ということなんですけど、ホームで札幌戦点を取ってくれて、はい、まあ、僕も本当に嬉しかったんですけど、あのヒーローインタビューでも本当にこう爽やかな笑顔で礼儀正しく答えてて、はい、本当になんかおじさんかっこいいなと思ったんですけど、本人は実際どう思ってますか？あのインタビュー、インタビュー、はいはい、いや本当に緊張したのもあるんですけど、まあ、ゴール決められたのとチーム勝ったこと、うん、まあ、あとホーム300勝っていう、うん、まあ、歴史的な瞬間に、はい、ゴール決められたっていうのを含めてすごく嬉しかったです。あれ実際セレモス見たんですか？自分のインタビューは。あ、恥ずかしくてちょっと見てないんですか？見てないんですか？はい、本当に爽やかに受け答えしてくれたので、はい、ぜひ見ていただければと思います、はい、よろしくお願いします、はい、お願いします。まあ、この番組はあのもちろんこうサッカーのお話をするんですけど、セレモス選手の普段サポーターには見せない笑顔も深く掘り下げていきたいと思います。メインの企画も大丈夫ですか？いろいろと掘り下げますか？はい、はい、準備して大丈夫ですね。はい、準備します。覚悟しておいてください。はい、お願いします。というわけで、リクリプレゼンツアントラーズリポートクリアーズエーションスタートです。This program is presented by Lexel. Lexel presents アントラーズリポートプレイヤーズエディション。前半は根本選手の素顔を深く掘り下げていこうと思いますが、その前にですね、ちょっと聞きたいんですけど、はい、98年生まれじゃないですか。はい、で確認します。うちの長男が97年生まれなんですね。はい、でもしかしたらその F マリノスのユースの時に、はい、対戦してるかもしれないと思うんですけど、はい、ご存知でしたか？知ってます。とても有名でした。有名じゃないですよ。全然有名じゃない。いや、本当に有名でした。あ、ありがとうございます。はい、早速あの、はい、これ終わったらあの連絡しておきます、はい、すいません。それとですね、それともう一つ、はい、もうこの番組で、まあ、お約束なんですけど、まあ、根本選手というとすごくなんか番組的にすごい緩い番組なんで、こう堅苦しくなっちゃうんで、普段こうチームメイトとかからこうなんて呼ばれてるのかなっていうふうにちょっと聞きたいんですけど。常が一番多いです。じゃあおじさんもいいですか、この番組中常とお願いします。呼ばせてもらいまして、はい、じゃあこう常で早速いきたいと思います。はい、呼び名が決まったところで、早速このコーナーからいきましょう。チームメイトが見た根本圭吾のプライベート情報第5位、実はフィギュア好き。第4位、お肌の手入れには気を使ってます。第3位、こう見えていじられキャラです。第2位、アントラーズの量は天国。そして第1位は見た目通りのモテ男です、ということなんですが、早速はい、それも第5位からいきますが、はい、フィギュア好きっていうのはこれは実際本当なんでしょう？そうですね、うん、一瞬ハマった時期ありました。フィギュアが好きっていうよりもゲームセンター行くのが楽しいなっていう思う時期があって、うん、それでフィギュアを取っててフィギュアが集まっちゃったっていう。じゃあ、あのあれクレーン、あ、そうですね、はい、で、あの UFO キャッチ、あ、おじさんもはい、もう活発躍中で。いや、全然そんなことないですけど、一つコツがあって店員さんと仲良くなるっていうこれが一番早いことに気づきました。そんなじゃあこう、はい、がめつくいかなくても、はい、アドバイスくださいぐらい
で、そこで取れるという。はい。わかりました。それが僕じゃちょっとこう、はい、あの行った時には。はい。続いて、すみません、第4位なんですけど、はい、もう今こうスタッフさんがパッパパ行けって言われたんで、はい、お肌の手入れには気を使っていますっていうことなんですか。まあそれこそインタビューとか映る機会もあると思うので、はい、その時にうまく映っているといいなっていうので、お肌にちょっと気を使いました。それとですね、初めての給料で買ったのはスチーマーでいいですか。はい、スチーマー、はい。これは本当なんですか。本当です。あれですか、スタジアムのエンビロンスキンケアはもちろん、はい、通ってます。通ってるこれね、ここにはね、行ったって書いてあるんですけど、もう通ってるんですよ、はい、どうですか、行った、その、いや、めちゃくちゃ気持ちいいです。そうですね、お邪魔もまりの時なんで、いやいやいや、お肌綺麗です。いや、お肌はしっかりと手入れしてほしいと思うんですけど、はい、続いて第3位なんですけど、こう見えていじられキャラ、これは自分ではどう思ってます。はい、ありますよ、いろいろといじられてると思います。あとですね、札幌戦のヒーローインタビューの後、はい、ポーターのスタンドに行って手を挙げながら挨拶をした姿を、はい、後輩の松村優太選手が真似していたと、はい、これは知ってますか。はい、後で SNS で確認しました、うん、それ確認して、はい、どうでした、まあ、どうでしたっていうか真似されてるなっていう、いつもいじられてるんで、そこまで抵抗なかったです。あ、またやられた、またいじられたな、またやってるなって、はい、あとなんかね、怒ったところを見たことがないっていう選手が、うん、これすごいなと思うんですけど、常に怒ったことはないかもしれないですね、鹿島では。鹿島ではないってことは、じゃああれですか。そうですね、明治大学の時は結構怒ってたと思います、うん、それはやっぱり中心選手として。そうですね、自分が上級生になった時に後輩の示しになるような選手になるっていうところでも含めて、うんうん、じゃああれね、こうやっぱりこれからそういう怒ることがもしかしたら出てくるかもしれないですし、はい、まあでも本当にこうやってね、あの近くでこう話すとすごくイケメンだなといや、そんなに、すごく爽やかですし、しっかりした性格だなっていうのは本当に思いました。はい、続いてもバンバンいきます、はい、第2位なんですけど、アントラーズのリオは天国っていうことなんですけど、これは大学の寮と比較して。そうです、はい、大学の寮は本当狭いんですけど、うん、まあ、それよりもいい良さはあるんですけど、うんうん、本当家族みたいな8人部屋16人部屋ちょっと待ってそれはこう間取り的にはどのぐらい、 3LDK とか。いや、もう本当にベッドしかないです。2段ベッドが8列、うんうんうん、はい、うん、8人8人並んでる、本当ベッドとベッドの間はこのくらいの通路、このくらいの通路。じゃあもう全然あれね、要はこうリビングとか全くもうないです。なく、はい、じゃあその自分のベッドが唯一の、そうです、スペース、スペース、はい。じゃあもう今の寮はもう一人部屋で広くて天国です。明治の同級生の結構早川選手いることも多いんですか。あ、部屋、うん、まあ寮、寮、あ、寮、はい、そうです、同級生、まあそうですね、だってユースからジュニアから、ジュニアからなんだ、はい、じゃあもう本当にいろんな意味で、そうですね、知ってる、はい、知らないです。あ、もう、はい、もう知りすぎちゃって、はい、じゃあ、まあ、番組でも、まあ、知りすぎちゃってるってことで早川選手はこちらに置いておいてね、はい、早川選手以外にこう仲のいい選手って、まあ寮生は基本みんな仲いいですね。それこそ隣の部屋の山田の部屋が本当みんなの集まる場所みたいになって、みんなでそこでゲームしたりして。山田選手も愛されてるって。そうですね、はい、そういうふうにしときましょう、しときましょう、はい、あとよくしてくれる先輩一番よくしてくれる永田さん。お、逆サイドの、はい、逆サイドのサイドバック、はい、もうあれですか、普段から結構。そうですね、はい、普段からも一緒に温泉
連れてってもらったり、ご飯誘ってもらったり、うん、サッカーで怒られたり、いろいろね、いろいろお世話になって、ピッチ内外で大変お世話になっているという中田選手ですけど、はい、1位はですね、まあ、プライベート第1位なんですけど、まあ、見た目通り、まあ、皆さんもね、これ見てる方もおじさんも思ってます、かっこいいです。はい、まあ、小さい頃からもう絶対モテてると思うんですけど、バレンタインデーとかどんぐらいもらったんですか、最後マックスで。羨ましいですよ、おじさんなんて。まあおじさんいいや。どんぐらいですか。マックスで。すごかったでしょ、小さい頃から。いや本当にもらった数で言ったら、うん、全然ない。ね、そうやってね。これは本当に。そうやって言う人ほど結構ね、あのね、もらってるんですよ。テストと一緒ね、どうだったらテストできたってできなかったよっていうやつほどできてるっていう、はい、そういう、で、そんでもらったでしょ。いや、ほんファンレターも、ファンレターも、明治大学の時ファンレターも明治大学の時もらったことないです。まあ、それこそ、鹿島入団して、あ、鹿島、そう、はい、鹿島来て、はい、来て、やっと、もらうことができました。まあ、スタンドを見てる子たくさん、やっぱり常のゲーフラとか多くなってますけど、はい、そこはあれですか、やっぱり勇気もらってますか。めちゃくちゃ嬉しいですね。どんなところにやっぱり勇気を。本当にメッセージであったり、うんうん、それこそファンレターであったりいただくんですけど、うん、やっぱ試合前入場の時とか試合終わってから自分のゲームフラッグ見ると、うんうん、それ以上の期待されてるなっていうのは感じますし、結果で示していかないといけないなっていうプレッシャーとともに本当勇気をもらっています。僕の次の方の2番の方からね、まあかっこいいんですよ、ポジション的にもね、はい、右サイドバック、まあ、ゲーフラっていうのがねどんどん増えてきて、おじさん羨ましいなっていうのがあって、やっぱり勇気もらえますか。はい、もらえます。そういうところでさ、まあ、それとね、こう鹿島ってどうですか、まあ、ピッチ外での鹿島の生活にはもう慣れましたか。そうですね、はい、慣れましたね。もう車は、車も、はい、持ってます。じゃあもう結構あれですか、いろんなところというか。そうですね、はい、行動範囲は広かったなっていうのを感じます。まあ、あまりこう迷いなくっていう。そうです、はい、でも今日ここ来るとき、うん、ちょっと迷いました。大丈夫、おじさんも撮ってみたからちょっと行き過ぎちゃったな。ちょっと行き過ぎちゃった、まあ、大丈夫、はい、徐々に行こう、はい、慣れてくると思いますので、はいはい、頑張ってください、はい、ということですね。まあ、番組の前半は、寺本選手の素顔に迫りましたが、後半はサッカーの話をたっぷり伺っていきますのでお楽しみに。リクシルプレゼンツアントラーズリポートプレイヤーズエディション、今回は常本圭吾選手をゲストに迎えてお送りしています。というわけで番組の後半はサッカーの話をたっぷりと聞きたいと思うんですが、まずはこうアントラーズに入る前の話を、まあ、聞きたいんですけど、はい、右サイドバックを始めたのはいつ頃からなんですか。中学1年生ですね、ジュニアユース。それはもうなんかきっかけはあったんですか。きっかけとしてはそれまでセンターバックかサイドハーフもやってたんですけど、うん、まあ、身長的な問題でも、まあ、サイドバックの方が将来的にできる、うん、あとまあスピードと、まあ、攻撃も守備もどっちもやりたかったので、うんうん、サイドバックやれやれと、はい、まあね、F マリノスユース時代はキャプテンとして活躍して、まあ、西登録もされて、まあ、こう各世代の代表にも選ばれたんです。当然、ね、そういう、こう活躍をしている中でトップには、まあ、自分自身上がれると思ってました。はい、正直、まあ、まあそうだよね、はい、 そこも目指してましたし、うん、それ以外のプランがあんまり見えてなかったので、まあ、そこでやっぱりね、上がれなかったっていう時の、まあ、率直なその時のこう気持ちっていうのを。いや、最初はなんで上がれないんだっていう気持ちと、うん、まあ悔しさとたくさんありましたけど、うん、やっぱトップ上がれなくて、まあ、明治大学にこう住む道を選んだわけじゃないですか。はい、そう選択した理由っていうのを教えてもらいたいんですか。まあ、サイドバックとしてプロになりたいっていう考えた時に、
まあ、ユースの監督松橋力蔵さんからも、うんうんうん、右サイドでやるんだったら明治しかないっていう教えもあって、うん、長友先輩だったり、うん、無理や先輩だったり、うん、まあ、サイドバックとして活躍している選手が多かったので、うん、明治に行きたいっていうふうに思いました。言葉としては失礼だけど、ちょっとこう腐ってたっていうあれじゃないと思うんですけど、相当やっぱり1年の時は苦しかったですか？そうですね、はい。試合に出れなかったこと、試合に出れないことも悔しいですし、うん、寮生活の辛さ、上下関係の厳しさっていうのも辛かったですし、うん、本当に大学辞めようかとか考えるぐらいきつかった時期でした。どうなんか気持ちをこうメンタルをこう立て直せたのはいつ頃？大学1年の時に全然試合に絡めなくて、うん、その瞬間にこれはプロに行ける存在じゃなかったなっていうふうに気づかされたというか、まあ、自分に矢印向けてなかったので、うん、全部外に向いてたので、なんで使ってくんないのとか思った時もありましたけど、うん、まあ、それに気づいた瞬間が多分あって、うん、そっからもう練習しかないっていう、そっからもう、はい、変わりました。わかりました、はい。じゃあここからですね、はい、まあ、こうアントラとの話を回していきたいと思いますけど、はい、というわけで最初のテーマはこちら、まあ、相馬監督はサイドバックじゃないですか、はい、まあ、こういろんなことが求められてると思いますけど、こう、まあ、守備ではどんなことを常は監督から求められてますか？まあ、自分の良さでもある、うん、まあ、寄せるスピードだったり、うん、1対1の局面の強さってところは、まあ、サイドで絶対やらせてはいけないっていう期待もされてますし、うん、そこを裏切れないっていうのもプレッシャーになってますし、うん、まあ、そこは求められているかなっていうふうに感じます。まあ、あと、ね、相馬監督は、まあ、やっぱりこう元日本代表でやっぱりもう左の、ね、こうサイドバックとして、はい、まあ、素晴らしいプレイヤーだったんですけど、そういうところでなんか細かい要求とかは監督からは実際もらってます？ボール入って止める瞬間の止め方、うん、ボールの止め方であったり、うん、ボールの置きどころっていうのはクロスの練習するときも教えてくださったり、うんうん、そこは勉強してます。結構あれですか、こうこと細かく言われてます？そうですね、トラップは言われてますね。まあね、本当にもうすごいから引き出し側の人はい、まあ、僕も右サイドバックでプレーして、まあ、当時はまあ隣に、まあ、秋田豊さんとか、はい、まあ、奥野さんとか、はい、まあ、ボランチだったら、まあ、今コーチのまあ、熊谷浩二さんとか、はい、まあ、その横のボランチだったら、ね、中田浩二さんとか、はい、まあ、いろんな方とのこう関わりで、まあ、プレーしてましたけど、まあ、今ほら、常の隣はワンちゃんかな、はい、どうですかこの、うん、こうコミュニケーションというかそういうところはうまくいってますか？ラインの統率だったり、ドワン君常に自分にも声かけてくれるんですけど、うん、チーム全体としても声かけてくれるので、うん、すごいやりやすいなっていう感じます。あとボランチの関係とかはどうですか、マリオさんとか、はい、プレスバックの速さとか、まあ、ケント君にしてもリオさんにしても、うん、自分のマーク、あ、リオさんたちのマークだけじゃなく、うん、自分のマークが降りた瞬間とかすごく周りも見えてるので、まあ、自分が声もかけてるんですけど、声かける前から首振って見てくれてるので、すごくやりやすいです。攻撃ではどんなことをまず意識してますか？まずは、まあ、鹿島のサイドバック像っていうところで、うん、まあ、得点に絡めるプレーっていうのを、うん、まあ、自分の中でも入団当初から意識してるんですけど、うん、本当そこも今すごく課題になってて、まあ、自分の伸びしろかなとも思うんですけど、うん、まあ、そこはもっと追求していきたいですね。ちょっとあれですか、遠慮してるところもあります？どうですか？遠慮はもうしてないんですけど、うんうん、本当に自分との連携を高めていけばもっと良くなるのかなって感じます。僕のね、まあ、こうサイドバックのこう、なんだろうな、こう理想、まあ、言っちゃったもん勝ちっていうか、はい、なんかそういうふうに、まあ、おじさん的には思ってるんですけど、そういうところは
どうですか、実際に常はどういうふうにこう考えてるのかな、守備と攻撃のこう割合っていうの、はい、現状は。うわ、やっぱりまあ点差も意識しながらプレーしてるなっていう。あ、自分は偉い偉い、はい、そういうことね、はい、あとまあ時間帯も意識してるつもりではあるんですけど、うん、本当勝ちたい欲の方が強くて、うん、個人っていうよりもチームとして勝ちたい欲が強くて、うん、そこにどうやって合わせるかっていうことは結構考えてるつもりです。でそろそろですね、本当に もっと話したいんですけど、まあ、時間もなくなっていってしまったということで最後のテーマに行きたいと思います。というわけで最後のテーマはこちらになりました。理想のサイドバック像っていうのはどういうものですか。まあ現代サッカーにおいて、うん、まあ、攻撃も守備も求められているポジションだなっていうのを感じますし、はい、うん、でまあその中でも鹿島アントラーズ入団を決めた理由もそうですけど、やっぱり、守備は絶対に抜かれない、うん、一つ目として守備は絶対にやらせない、うん、まあ、相手のサイドハーフはやっぱりキーポイントになってきますし、うん、攻撃の、まあ、そこで簡単にやらせないっていうのと、やっぱり攻撃の起点となるポジションでもある、ボールを奪って攻撃の最初の起点になるポジションだなっていうのも感じますし、まあ、そこのポイントになるところ、もっとよく言えば得点に絡めるプレーっていうのをもっと増やせる必要、増やしていく必要がある場所だと思っているので、得点に絡むプレーを増やせるでは理想のサイドバックかなっていうふうに思います。ね、はい、まあ、皆さんが思ってると思うんですけど、アウェーの川崎フロンターレ戦でね、やっぱり三笘選手を完封したじゃないですか。そこはやっぱりなんだろうな、やっぱ守備っていうところの対人っていうのは相当絶対的な自信は持ってますか。ずっと川崎戦で三笘を完封するっていう目標、個人としての目標もあって、うんうんうん、まあ、そこはほぼできたのかなっていうふうに思いますけど、うん、まあ、チームとして勝ちたかったっていうのがやっぱり一番あって、うん、 まあ、その中でも最後長谷川選手に、まあ、クロス上げさせてしまったっていうところも含めて、まあ、三笘選手のとこはほぼだったとしても、まあ、90分通してチームとして 勝てなかったっていう悔しさは個人の反省ポイントでもあります。まあ、そこのね、こう反省っていうところもあるし、あとはやっぱりそのボールのないとこ、はい、そのオフのその動きっていうところもまあ大事だと思うんですけど、はい、そこはこう常に具体的に、まあ、特に攻撃のところはどんなふうにこう考えてますか。まあ、まずはサイドバック結構プレッシャー受けるポジションでもあると思うんですけど、うんうん、もうできる限りプレッシャーを受けないいいポジションを取るっていうところがオフの大事なところだなっていうふうに感じているので、まあ、その質がまだまだ自分は低いので、そこをもっと上げていけばもっと余裕を持ったプレーであったり自分のアイデアだったりっていうのを出せると思うので、そこは今本当に課題中の課題です。まあ、それとですね、ドイツのラーム選手に、はい、うまいじゃないですか、はい、クレバーで、まあ、影響を受けたってこういろんなメディアで常に言ってますけど、はい、具体的にはどんなプレーに、まあ、一つはボランチもできるっていう賢さっていうところと、うん、まあ、あと身長が低いっていうのも、まあ、自分と照らし合わせてじゃないですけど、海外も見たら、まあ、自分も低い方ですし、うん、その中でもあそこまでサイドバックとしてもやれるっていうのになんでだろうっていうふうに思ってからずっと好きです。あれかな、やっぱりこうサイドバックって、まあ、僕は結構、まあ、使われる立場だったんですね、はい、結構もう走って、はい、頑張って走ってっていう立場だったんですけど、常的には使う立場でもプレーしたいっていうふうに思って、そうですね、理想は どちらもできるのがやっぱり理想かなっていう、まあ、走りは自信があるので、うん、使ってもらって構わないですけど、うん、それプラス自分も使えるようになればもっと
面白いプレーができるのかなって思います。今のサッカーってやっぱりいろんなこうレーンがあって、はい、よくハーフスペースとかこういろんなこと言われてるけど、はい、そこはやっぱり相当意識はしてますね。そうですね、はい、それ最近流行りだからやるとかではないですけど、もう本当にそれも相手のシステムを崩す上で大事になるなっていうふうにも感じますし、その本当アイデアとしては自分の中でもあるので、あとは技術面であったり動きの質を変えていけばもっと有効に的に使えるのかなというふうに思います。やっぱりこう常らしいこう理想のサイドバック像にどんどん追いついてもらいたいと思いますし、やっぱりいいプレーをこれからも期待してます、はい、とにかく怪我にも気をつけて、はい、あの躍動してください。はい、はい、ありがとうございました。というわけで、リクシルプレゼンツアントラーズリポートプレイヤーズエディション、今回のゲストはイケメンの常本慶吾選手でした。長い時間ありがとうございました。ありがとうございました。